だいぶ古そうな砲台だね。起動はしてないか。全く反応なし。起動方法を探した方がいいわね。いろいろと動き出したみたいだな。開いたわね。行きましょう。ジャック、開けてみよう。なあ、ジャック。なんだ、過去の話か。大切なことだと思わないか。だったら自分の胸にしまっておけ。敵だ。叩き潰す。驚く。うまくいったな。あんなダメージ悔しいでしょうね。お疲れさん。健康だ。なかなかの代物だ。拾いましょう。さてと。いや、って当然の相手だ。開くわけないよな。ソフィア、頼むぞ。任せて。あなたに頼られると力が湧いてくるよ。ショートカットできそうね。多少は楽になりそうだな。宝箱があるわね。俺たちの故郷はこことは違う場所。ハオスを倒して光の戦士になるためにこの世界にやってきた。独り言は頭の中で言う。学びのある勝利だ。怪我は手当てしておけ。ソフィア、頼むぞ。強い男に頼られるのはいい。力が湧いてくるよ。さあ、上の階に戻ろう。倒すでしょ。蹴散らしてやるさ。ソフィア、頼むぞ。さすがに一筋縄じゃいかないわね。黙らせてあげましょう。さて、来るぞ。
これで終わりだ。いい訓練になったな。ソフィア、頼むぞ。任せて。あんたに頼られると力が湧いてくるよ。せい、やめろ。俺が思い出す故郷は草しかないんだよね。健康だ。背の高い草の生えた草原と、あとは白い部屋、町とか村とか俺の家とか、そういうのが全然思い出せない。うちに帰りたいな。うちが思い出せないのに変だけどさ。出てきたか。ソフィア、頼むぞ。任せて。あんたに頼られると力が湧いてくる。生きてやるさ。登れなさい。頼むぞ。強い男に頼られるのはいいけどよ。技を使えないと自利品だ。
ポーションが切れそうだ。無茶しないことね。当てにしてもいい。ソフィア！このルートは覚えてるぞ。まだね。とりあえず切り抜けたか。ジャックがいたから勝てたようなものね。気力が冴えないな。どうする、戻るか。ジャック、次のはなさそうね。油断せずに行こう。いや、頼むぞ。任せて。もちろん。どうして過去を恐れるの？恐れてなどいない。旅先で見る風景がきっかけで俺はどんどん思い出している。みんなもそうなんだろう。忘れていることに意味があるなら思い出すことにも意味があると思わないか？知るか。ソフィア、頼むぞ。強い男に頼られるのはいい気分よ。こいつ、敵を呼び出す気だ。すぐに殺せばいい。やめろ。
ちには光の戦士になるっていう以上にもっと大事な目的があった気がする。二人はさ、何か思い出した？私は生まれや黒水晶のこと。俺はこれ以上仲間を失いたくない。生きて皆で進まないと。いや、こういう話はジャックが気にするな。やめておこう。見て、あの砲台。ここまでにあったのに。あれを食らったら終わるな。動きを止める方法がある。それは。味にしてもいいか。ジャックに引き裂かれた火の粉は私が払う。成長できたかな。何が入っているかな。ついてこう。珍しいな。嬉しいね。ここからだ。
替えだな。叩き潰す。アッシュ、当てにしてもいいか。あんたに頼られるから力が湧いてくる。動力源になっていたわけか。残りはあと一つだな。他の敵とは違う。みんな気をつけて。今動けなくなる？ジャック、話は後だ。この先から強い敵の気配がする。頭の中で過去をいじり回してないで、目の前の出来事に集中してくれ。うるさいね、ジャックは。さすが。これで行く。魔物はもちろん、霧にも気をつけろ。他人の記憶が入り込めば、それはもう自分の記憶。自分自身でいたければ。余計な情報を入れるな。あの光、もしかして。やっぱり同じような攻撃をしてくるんだ。こっちの攻撃を妨害する機能があるらしい。
かなか手強いな。落ち着いて対処するしかないな。ジャック、あまり効いてないみたい。が来る。ジェド、何をする。ジャック、俺嬉しくて。あなたと一緒ならうまくやれそうで。もう何でも命令してくださいね。あ、はい、すいません、黙ります。でも光の戦士になったら俺戻らないかも。こっちじゃ平民のガキですからね。平民のガキめ。残るか帰るか迷うのは後にしろ。うん。